ちょっと珍しいエラー本です。どうも、貸本山崎です。今日紹介しますのは、はい、大和亜紀さんの、はい、横浜物語の2巻、はい、2巻が、はい、2冊あります、はい、でこの2冊を、はい、混ぜます、はい、混ぜます、はい、シャッフルシャッフルシャッフル、はい、シャッフル、はい、どちらがどっちでしょう。同じ本じゃないかって、はい、同じ本なんですけども、実はこちらの方ですね、はい、いわゆる、はい、楽長本乱長本と言われるエラー本です、はい、ちょっと珍しいかもなっていうことで、これをちょっと今日はご紹介します。はい、これが横浜物語の2巻の、はい、こちらが乱長本で、こちらが、正常な本ですね。厚みもページ数も全く同じです、はい、シール貼って見分けるようにしてます。で、じゃあちょっとめくっていきたいなと思います。で、まあずっと、はい、普通に物語は進んでいくんですけども、進んでって、まあ、ある時ですね、37ページ、はい、37ページ覚えててください、はい、で37、38、39、40、41、42、はい、42も覚えててくださいね。42、43、45、46、47、48、49、50、50、次51ページじゃないといけないのに、はい、また37ページが出てきました。はい、はい、37ページが、はい、2回目です。で37、はい、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、あれ、また42ページです。はい、42ページも2回目、はい、ですね、42ページも、はい、2回目です。こんな感じですね、はい、42で、また43、44、45、46、47、48、49、はい、ここ71ページ、はい、ここからまた、はい、正常に戻った感じです。ということで、ここぐらいから37ページ、はい、この文が、はい、同じものが入っているので、落長してる部分もあります。ということでこの本は、乱長本プラス落長本ということになります。はい、ダブルですはい、ですね、ここにですね、奥付けのところですね、奥付け、はい、奥付けのここに、はい、見えますかね、はい、楽長本乱長本は商社雑誌業務部宛てにお送りください。送料商社負担にてお取り替えいたします。はい、1981年、はい、もう40年前のことなんですけど、取り替えてくれるんでしょうかはい、いや、まあもう貴重なんでこのまま持っときたいとは思うんですけども、はい、まあ珍しいのかどうかってちょっと僕にはよく分かりません。そんなにこんだけ本がいっぱいあるんですけど見たことがないです。でも昔からやっぱりまああったんでしょうね。こちらのサスケ
はい、かなり古いです。見てください。220円、はい、白戸三平先生のサスケ一巻ですね。はい、こちら、はい、1968年の、はい、やつなんですけど、これ珍しいんですよ。ほらシールみたいな、あの切手みたいなのが貼ってるんですけども、これ昔あのこれを数えてこの印税を数えてたと聞いてます。はい、でここにもね書いてますね。はい、蘭町楽町本はお取り替えいたします。はい、っていう感じで書いてるし、これこの前出たコナンの、はい、記念すべき100巻ですね。はい、はい、こちらの方も、今でも、はい、蘭町本楽町本とは書いてないんですけども、増本には十分注意しておりますが、印刷製本などの製造上の不備がございましたら、ご連絡くださいと、はい、書いてますということで、まあ今でも、はい、機械化が進んだ今でも、起こりうることなんだろうなということみたいですね。はい、というわけで、はい、こちら、はい、ちょっとご案内というか、うちに来たらありますので、よかったら、はい、見てください。はい、というわけで今日は、はい、エラー本、楽町本、蘭町本、はい、を、はい、ご紹介いたしました。まあ珍しいのかな珍しくないのかな、ちょっとそこら辺はそんなに出会ったことないんで珍しいとは思うんですけども、はい、うちの店にありますので、まあよかったら今度見に来てください。はい、お待ちしております。貸本山崎でした。